楽の作り方トリマー編ステップアップ10です。はい、今年から、トリマーを使って組手をするというのをやりましたね。はい、はい、今回もそれをやるんですけど、はい、前回はここに、まあ、このここに溝を掘ってそうですね木をはめ込んだはいっていうのをやったんですけど、はい、今回はこの三角こっから外お三角のそんなにご外取ってしまうんですね、はい、削り取ります。はい、はい、で木を埋めるというのをやるんですけど、はい、木を埋めるの一緒じゃないかなと。そうですね、まあ多少デザインが違うんでしょうかね。あ、まあそうですね、形ちょっと違いますね。そうです、もうあるんですけど、その点だけかな。あ、その点だけじゃないんですよ。じゃないですか。実は違いがあるんで。そうですか、はい、それをちょっと説明していきたいと思います。はい、こちらにいいのがございますそうですね、こちらにいいのありますね。はい、はい、まあこれを見て説明していきたいんですけど、はい、これが前回ね、これ今日やるやつ。そうですね、はい、今日やるやつなんですけど、まあ見てもらったらまず強度が違う。そうですね、これ星が多い方がいいと思ってください。強い、はい、この場合やったらね、はい、強度は強い、まあ、こちらはまあ強度それほど強くないと。お、はい、こっちの強いポイントってどういうことですか。はい、そしたらこれは、まあ溝を掘って木を埋め込むというと、はい、まあ、両方とも抵抗、まあ、こっち溝にはめ込んでますよね。そうですね、それに比べるとこちら溝とかない状態、はい、はめ込んでるわけじゃないんで、面積はまあ広いんで、広いんですけどしっかりくっついてるなって印象があるんですけど、はい、こういうふうにはめ込んあの両方から挟み込まれてる方がやっぱり強いんですよ。あ、なるほど、はい、なんで、まあ、こちらの強度があると、はい、で次のこの接着なんですけど、はい、こちらも前の方がやりやすくて今回の方がちょっとまあこれに比べてやりづらい。そうですか、これなんか面積広い分ペタって貼ればいいだけのような気がします。あ、これやと前回のやつやと、はい、あの溝にはめるだけ、はい、はめて締めると、うん、いうことができるんで動かないんですね、こっち。あ、そうですね、長さ方向はちょっとあのずれる可能性あっても、もともと長くしてから後から切るんでいいんですけど、はい、これやと今回のタイプやとこっちにも外側にも逃げてしまうんですよ。そうですね、そうするとここの間に溝とかの隙間ができてしまうんで、はい、うん、接着はまあやりず難しい。動くからですね。動きますからね。行ったり、やっぱりボンドをつけて締め付けると動きますから。ちょっと多少ずれる。はい。こちらは動かない。なるほど。まあ、ほぼこっち方向に動いても影響はないので、うん、しやすい、接着がしやすいと。しやすいと。そうですか。じゃあもうここまでやったらね、前回の方がいいんじゃないかと。そうですね。いうことになるんですけど、こちらの埋め木。埋め木丸で囲ってますよ。そうですね。今回ポイントですね。はい。これは用意がしにくい、用意がしやすいということなんですけど。はい。なんでかというと、こうやって溝にちょうどの材料を用意してほしいっていうことを多分言ったと思うんですけど、前回、はいはい、前回使ったのは10ミリのビットで溝を掘って10ミリちょうどの木を押し込むぐらいで入れたんですけど、はい、この材料を用意するのは難しいですよね。うーん、ホームセンターでまあちっちゃくカットしてくれるところもあるでしょうけど、はい、ないところもあったりとかしますし、そうですね、うちの、まあ、木工教室でやる場合やったら大型の機械があったりカンナがあったりするので、はい、まあ、こういう木を用意するのはまあ、微調節できるんですけどね。ですけど、うん、一般の方が皮張るのはちょっと難しいかなというので、はい、今回こちらの材料でいうと、はい、これより大きい長さも幅も大きめに用意しておけば、後からカットすれば三角形の木を用意するんじゃないんですね。全部大きめに張っておいて後から切るということにすると、はみ出た分をカットすると、はい、材料の用意は非常に簡単ですよね。そうですね、ちょうどのサイズを選ばなくても、そうですね、はい、厚みさえ合えばみんな一緒やったら、はい、この長さと幅が大きければいいっていうだけなんで、材料の準備がしやすい、はい、まあ、これ一応一番大きなポイントかなと。だから丸で囲ってるんですね。そうです、やっぱりね、この動画っていうのはこれを見てはる方が家で木工ができるようにということを目的にしてるので、はい、こういう材料を用意しにくいっていうのは、はい、ね、難しいので、うん、そうですね、まあ、用意できはる方はこれでやってもらってもいいですし、はい、そうじゃないんやったらこちらの方がやりやすいと、やりやすいいうことです、はい、まあ、あと加工の方法で言えば、まあ、はい、ほぼ同じような加工になりますし、はい、今後やる組手を考えるとまあ、しやすい、やりやすい部類に入るかなと。今後を考えるとしやすいわけですね。そうですね、まあ、もう取り回ね、使っていただいてるんで、はい、これは簡単なんかなと思います、はい、では、はい、まあ、この額にこういう板をはいこれはめ込むとやっていきましょうか、はい、これを、説明をしながらも直接大原さんにやっていただこうと思います。はい、はい、では、はい、この額は前回の額と、はい、まあ、スミス系一緒なんで、はい、説明をしながら大原さんに直接作業していただこうと、はいはい、思います。で
この額で使うトリマーなんですけど、はい、いつもと違って青いですね。あ、そうですね、ちょっとそれも違うんですけど、はい、刃も前回10mm かな、海の使ってたんですけど、はい、これは片刃の 6mm、はい、このトリマーについてたものを使ってます。はいはいはい、はい、まあ、どの刃でも基本的にできる。最初ついてますもんね。そうですね、はい、ついてるやつを使います、はい、まあ、どの刃でもできるんで。なるほど、はい、それをまあ見てもらうためにも違う刃を、はい、違う刃にしてますと、はい、でも違う刃を使って違うトリマーになってるんで。そうですね、前回この距離測ってもらいましたよね、はい、プレートからの距離を測ってもらったんですけど、当然変わるんで、はいはい、刃も違う、刃も違うんで、ね、じゃあまたやると。そうです、一回これ試して、はい、墨付けをしてもらうと。よし、行きましょうか。まだですね、はい、まだですか。あ、そう、眼鏡かけて出たやつ。あ、よし、いいですよ、はい、どうぞ、はい、どういった線を引いてもらうかなんですけど、はい、端から25。楽しそうですね、先生。そうですね、やっぱりね、何事も楽しまないとい、はい、端から25の点を斜めに線を引くと、はい、でそこから、この分カーブと、え、深さが3ミリ。どうやってカーブのかな、そんなにね、はい、まあ、それをやりながら、はい、やっていってもらったらいいかなと思うんですけど、はい、まあ、線はこれで分かりますね。分かりますよ、はい、ではこの線を引くところでやってもらいましょう。はい、はい、でまずちょっとプレートからの距離測りましょうか。そうですね、はい、よし、いきますよ。もう深さは合わせましたね。ここにね、そう合わせて、はい、深さ3ミリに合わせました。あ、はい、まあ、はい、測るときはね、もっと別に出してなくてもいいんですけど、はい、とりあえずそれでいきましょうか。豪快に削りました。削るちょっとでいいかな、そうですね、はい、でこれで、これで一応測ってもらうと、はい、端からこれは40.8です。 40.8? あの端ですよね、一番。あ、いや、手前がないです。あ、手前ですか。ということは 40.1 です。あ、 40.2 かな。それは何ですか。 40.1 ミリですか。はい、42ミリです。42ミリですか。はい、42ミリです。じゃあこれを積み付けしてもらおうと、はい、25ですね。そうですね、8から25のところ。はい、8から25で両方に点を打ってもらって、はい、25、はい、こっちも、はい、先生、積み付けできました。はい、できましたね。まあ、8から25のところに点を打ってもらって、それをつなげたのと、はいはい、そこからプレートと刃の距離42でしたっけ、はい、を引いてもらった、はい、でこれでまあ加工ができる状態になりましたね、はいはい、でこの額は、まあ、この幅、掘る幅ですね、はい、これ小さめになってますけど、はい、これもっと大きくてもいいです。まあ、半分ぐらい削る、あ、そうですね、このここから半分ぐらい削ってもいいですし、はい、深さもこれ3ミリっていうのは、まあ、1回で削れる量にしてるだけなんで、はい、うんうんうん、もっと深く削っても、まあ、半分ぐらいまで削ってもらってもいいです。そうです、はいはい、ただまあ削る量が増えれば増えるほど、はい、まあ、何回も削らないといけないんで、まあ、ちょっとやるのが大変というか手間かかる、ね、手間がかかると、はい、そこら辺はもう自分のデザインとかもあると思うんで、はい、自由に選んでいただいたら、わかりました、はい、いいと思います。ではこれを実際やってみましょう。はい、お願いします。で、ガイドとクランプさんですね。そうですね、で、はい、こここれ、削るときなんですけど、はい、出るときにかけるっていう話を、そうですね、以前やったと思うんですけど、なんで、まあ、こういう木に両面テープを貼ってもらって、はい、取れない、ちょっと待ってくださいね、はい、これを、まあ、この分端っこに当てるわけですね。当てといてもらったら、はい、それからこのガイドを当てて、はい、クランプで固定する、で固定する、線通りに合わせてもらって、はい、あ、すいません、で削っていきます。で、まあ、はい、最初外側から端っこの方、ガイドに当てていくんではなく、はい、まず外からですか、はい、削ります。で、内に徐々に行くと、はい、で最後はプレートに当てて、はい、こんな感じですね、はい、これで出来上がります。残りは大原さんにやっていただきましょう。はい、やってみましょう。はい、はい、じゃあ先生、はい、やってみたいと思います、はい、ここ端っこかけないように当てるんですね。あ、そうですね、当てといてください。クランプだけでもいいんですかね。あ、いいですよ、動かなければ何でも動かな、じゃあしっかり閉じればいいってことですよね、はい、両面テープないっていう方もね、剥がせる両面テープ、そうですね、じゃないとダメですし、こうクランプがあればね、それで、はい、でも2つ同時に
止めました。面を嗅ぐ初めてですね。そうですね、初めて。なんかこの先っちょがカッカンってかけて飛びそうで、まあそのためのこの、そのためのアデリート製剤、やってみよう、はい、よし、行きます。行きましょう。まあ、取り間はね端ですよね。はい、はい、端の方から、はい、いけるもんですね。そうですね。簡単ですね。結構いけちゃうもんですね、はい、簡単。やってみるとね、そんな難しいことじゃないです。まあ、今までただこっちになんかあのここに添え木してるところに行くとヒュインヒュインって持っていかれそうな感覚でした。綺麗にできてます、ね、綺麗ですよ、はい、めっちゃ綺麗ですよ。残りもやっていきましょうか。はい、では取りまで削っていただいたので、はい、木をこれに木を貼りたいと思います、はい、前回使ったのはブビンガという赤い木を使いましたけど、はい、この額ではこの暗い黒いウォールナットという木を使ってやりたいと思います、はいはい、でこれを貼るんですが、まあ、これは表側に今回取りまで彫ってもらったんですけど、はい、これを裏側に、別に裏側でもどちらでもいい、うん、いいんですが、はい、裏側に、まあ、例えばこれを削り貼った場合だと埋める木はちょうどそのフラットの方がいいですね。そうですね、うん、で埋めてもらう方が綺麗です、はい、なんですけど表は、はい、今回表なんであえてちょっと掘った溝より大きい木を使ってます、はい、これ3ミリに対して6ミリの木を用意しました、はい、でこれちょっと出っ張る構造というかデザインですね。こういったデザインでちょっとやってみたいと思います。これを貼る時なんですけど、はい、先ほどあの、フリップであの星が出てたと思うんですけど、はい、説明しました。接着するっていうのが、うん、前回の学院に比べて難しいっていう扱いになってましたよね。前回のはまあ溝が掘ってそこにはめ込むから動かないっていう話をしたと思うんですけど、はい、やっぱりこれ動くんですよ。溝がないから上側に、はい、ね、どうしても動いてしまうんで横にも動きそうですよね。まあ、横はねこれもともと長いんで長いですし、向こうにさえ当たってれば、ずれにくいのか、いやずれてもいいんですよ。あ、いいんですか。でもこの奥行き、この部分ですね、はい、この部分はずれてしまうと隙間になる。そうですね。でここはきっちりしたいところなんです、はいはい、なのでそれの貼り方なんですけど、はい、まずこれを、まあ、貼るんですが、その時にこのマスキングテープを使っていただいたら。マスキングを使うわけですか、はい、どうしてもねこれあの、まあ、こうしてこのクリップで今回やるんですけど、はい、クリップでやると締め、まあ、こう締めますよね、はい、締めてると締めてる間にまあ隙間ができてきたりするんですよ。はい、まっすぐ締めてるつもりでもやっぱりちょっと斜めに力がかかったりすることも多いので、はい、だからそうすると最初締めてて、まあ、隙間ない状態、まあ、でいけてたとしても、はい、後から隙間が空いてきたりすることあるんです。うん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 、だから最初ちゃんと確認したのにずれてる、完成したら隙間ができてるということがあるので、はい、こういうふうにマスキングを貼っ木に貼って。で向こう側に引っ張ってこれを貼ります、はい、でそれでさらにクリップで止めると、はい、でしていただくと、まあ、隙間ができにくいです。うん、はい、なるほど。これをやってみましょうか、はい、実際ボンドを塗って、はい、でまずこれをボンドを、まあ、ハケとかにちょっとこういうふうに出してもらって、はい、これはつけすぎ注意ですね。そうですね、あんまり塗ってもね意味ないですし、ちょっと足らなかったな。塗ってもらったら、はい、先ほどの木を向こう側にこう引っ張って引っ張る感じ、はい、貼ってもらってクリップでまっここが一番重要。そうですね、難しいんでね。でこの時隙間がないかちゃんと確認してもらいたいですけど、はい、まあ、今これで隙間なくいけてます、はい、もしまあこのボンドたくさん塗ってしまって、うん、そうはみ出てきたら、まあ、やったら一旦これ、はい、あの剥がした状態で拭いて、もう一回ちゃんと押して、はい、貼ってもらったらいいと思います。わかりました、はい、これをオーラさんにもやってもらいましょうか。よし、続きやってみましょう。はい、うはい、これですね。ありがとうございます。もう先にちょっとマスキング出しときます。そうですね、あらかじめ準備しておく方がいいですね、はい、何事も。
おお。あ、いいですよ。ボンドをちょっと出してもらって。はい。この三角の面と削ったこの壁もですね。そうですね。全面塗っておいてください。はい、あの接着する部分は、はい、ちゃんと塗っておいてください。それでこの木を、はい、こう貼っといて引っ張ると。はい。でこれはまあ今一個一個ちゃんと確認しながらやるんですけど、はい、最後全部付け終わったら、はい、もう一回見といてほしいんですよ。はい。一周したらですね。そうですね。わかりました。後からやっぱりずれてくることっていうのがあるんで。了解。あれ最初ちゃんとできてたのにと、後でね後悔してももうボンドついてしまったらどうしようもないので。ちょっと難しいわ。よく引っ張って、こう隙間あったらですね。こう、はい、引っ張った状態で。今はめた時に横にずれました。あ、横にずれるのはいいです。はい。どうしてもねボンド貼ってるとね、はい、ここ動きやすいので。行きました。行きました。行きましたね。まあ、これどんどんやっていきましょうか。はい。これですね。はい。では完成しました。完成しました。はい。先ほど板を貼ってもらって、はい、その後にアサリなしのノコギリで、はい、紙板も切ってもらいました。切りましたね。はい。ね、これ注意点なんですけど。はい。前回やったあの間に挟む、間に挟むのと違って、はい、こう板を貼り付けるのはもう半日ぐらい、ボンドつけて半日ぐらいは置いといてください。はい、はい、でそこから加工していただいたらいいかなと思います。はい、で完成した加工、小原さんいかがですか？今回もかなりステップアップしたと思います。はい、前回に比べてこの面をまず取りまで取ると。そうですね。どうするんやろう。知らないと分かりづらいですね。そうです。今やって溝やったらね。そうなの、溝はねもう慣れましたけども。トリマーのビットな。幅で、そうです。今簡単ですけど、はい、これどうやってやるかっていうのは、そうです。やってみたら簡単。やってみて、先生の見てたら簡単。あ、実際やらなくてもちゃんと手にできてますから。できてましたかね、ありがとうございます。はい、でその後に、ゴールナットを貼って、そうですね、大きめのを貼って、はい、で。その材なんですけど、はい、だから前回のと違って、はい、まあ、この木が入手しやすいと。そうですね。幅がどれでもいいですし、はい、もっと大きいもの、うん、でもちろんできますし、はい、薄かったら薄いのでまたそれを、はい、トリマーの削り代を調整してもらったら、はい、そうですね、いけますから、うんうんうん、前回のねちょうどっていうのが大変だったと思うんですけど、はい、そうです。材料にやりやすい、やすい、ただ隙間なくきっちり合わせないといけない。そうですね、そこですね。やっぱりね、はい、これ隙間出てしまうようではね、はい、せっかく加工してももったいないっていう、はい、結構うまくいきました。そうですね、きれいに丁寧にゆっくりやって、ね、はい、ね、慣れてはるっていうのも、そうです、だんだん慣れてきてるんで、はい、よかったです。はい、頑張ってきました。はい、それでは今回の額の作り方トリマー編ステップアップ10、先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか？もっといろんな技術が知りたいという方はこちらのリンク先からご覧ください。お届けはウッドロード動画科学教室でした。